マレーシアの首都クアラルンプールで9日、選挙制度改革を求めて1万人以上がデモを行い、警官隊と衝突しておよそ1700人が拘束されました。マレーシアでは多数派のマレー系住民を優遇する政策が取られていて、マレー系を中心とする与党連合が全議席の3分の2を占める状態が続いています。この状況に抗議するため9日、野党勢力などが呼びかけて公平な選挙制度を求めるデモを実施、1万人以上が参加しました。これに対して警察は催涙ガスを発射するなどしておよそ1700人を拘束しました。マレーシアでは早ければ年内にも総選挙が行われる見通しで、現政権に対する反発が今後さらに強まる可能性があります。